さあ始まりましたジェネちゃん、本日はジェネデート特別編ということで、僕がどうしてもやりたかった犬デートをしたいと思います。うぃー、初仕事。まあ犬デートなので、もうね、あの相手は分かっているかと思いますが、本日のデート相手はこの方です。あれ3匹いる、3匹目だ。あれ今日2匹って聞いたけど3匹だ。あ、3匹だ。どうも、飾り人です。来ましたね、犬デート。やっとですか。やっと。まあね、おうちアランちゃんの、ね、家とかでみんな集合させて、そう、もうワンワンパラダイス状態になってることもね。そうそうそう、そういうのはね、よくやるんですけどね、うん、こうやって公に多分一緒にやるのは初めてかな。確かに初仕事なんで、もうこいつらにはちゃんと自分で稼いでもらって、餌代か、ね、自分で稼いでもらわないといけない。ちょっと自立してもらわないとこんな世の中やから。そうそうそう、ラブラドゥードゥル、タスマニア出身のレックスです。タスマニアって何語なんやろ。タスマニア多分英語なのかな、うん、2歳ですね。2歳でもう僕が飼い始めてだから2年目とかですかね。もうちょっとで3年になるかなっていう感じですね。王様っていう意味でレックス。こいつはほんまに癖が悪いね。もう家遊びに行ったら洋服破かれた。そう、基本的にあの人の服破くの大好きなの。さっき言うとけって言うたのに破けてるやんけって。あ、そうやったとか言って、破くから気をつけてて、もう破れとんねんこっち言うてっていうことがありました。僕もパジャマも僕もギシギシでございます。はい、じゃあうちの子を紹介します、はい、まずは犬種はですね、ですね、ペキニーズとプードルのミックスなんで、ペキプーという犬種になります。どちらもで、こっちがちょっとだけお兄ちゃんのトノです。カザラトノです。で、こちらカザラワカです。名前の由来は、ですね、これさ、まあ、話そんな長くなるんですけど、知り合いがちっちゃいメガネザルにサルって名前つけてたんですよ。で、おいサルって言ったらキキーって言って寄ってくるのが面白かったから、最初犬っていう名前にしようと思ったんですよ。犬に犬ってつけてたらやばくないですか。散歩行って、この子可愛いですね、名前なんて言うんですか、犬です、うん、え、こいつやばいやつやんっていう感じにしようと思ったけど、さすがにそれはやめた方がいいんちゃうって言われて。確かにね、メンディ君とかアランちゃんだよね、うん、で、まあまあ可愛らしい名前つけようかなと思って、トノとワカ、トノワカっていうコンビです。何歳ですか。何歳ですか。2歳。2歳。どっちも同じ同じ、うん。あ、そうか、ワカ1ヶ月違い。そうかそうかそうか。そうだ、僕うちも2歳やから。はい、ということで今日はね、ほぼプライベートに近い感じでお届けできればなと思っているので、ぜひ皆さん、僕らのね、のほほんとした、僕とリュウト君は、本日好感度アップのために、このロケを、やらせていただいております。そうそうそう、なんでか知らんけど好感度ないらしいから。もうこの愛犬を使って、はい、好感度上げていこうかなと思います、はい、ということでまずやってきたのはお台場にあるペットショップペテモさんです。ペテモさん。ペテモさん、はい、店内にはですね、約4000から6000種類ものペット用品が置いてあり、都内最大級の広さを持つペットショップとなっています。すごいね。他にもですね、ペットと一緒に楽しむアウトドアをコンセプトにしたスノーピークのペット向け製品と、約600アイテムのアウトドアグッズも取り揃えているということで、確かにね、アウトドアグッズもね、入りからすごい、すごいね。もうだってこんなでかいの初めてだもん。いや確かにね、テントとかあるよ。だってこいつらにテントはいらないろ。